ブローキンイングリッシュリーディングって呼ぶんですけどもうこれだけでもすごく意味わかるんじゃないですか。全部飛ばしたんじゃないですか。カットカット。Hey everyone, it's Hika, your English coach! 皆さんこんにちは。2万人以上のビジネスパーソンに英語を教えてきたビズメイツの英語講師のヒカです。こんにちは、生徒のキムです。はい、ヒカさん、なんか英語のメールとか、いっぱい文章がパーッと来たら、なんか読めないんですよね。短い文章ずつは読めるんです。はい。だから文章自体は読めるけど、最後まで来て、あれ最初は何て書いてたっけと思って、何回も最初に戻ることがいっぱいあって、もうそういうのやめたいなと思うんですけど、どうすればいいですか？いや、よくあるよくある。それね、多分ね、勉強しすぎなんですよ。一つずつの単語を理解しようとしてこうやって読んでるんですよね、はいはいはい、本体の意味を理解して読んでないんですよ。それってやっぱり勉強日誌の人って結構そういう癖がありまして、例えば日本語のメールとか来ます、うん、1個ずつ、ね、漢字全部こうやってちゃんと読んでいかないですよね。ああ、こういうことね、はい、これが欲しいんだね、分かった分かったってすぐ返事しちゃうでしょ。私はネイティブだから英語読むときにはそういうふうに自然に読むんですよ、はいはい、でもノンネイティブの方も練習すればこれできるんですよ。これねスキミングって言うんですよ。スキミング、スキミング、そう、リーディングスキルなんですけど、これってどうやったら身につけるんですか？それをですね、今日私はなんとこの動画でいくつかのポイントをですね紹介して、皆さんもスキミングができるようにしていきたいと思いますので、最後まで見てみてください。はい、まあ、最初にスキミングは何かっていうところなんですけども、ね、スキミングの目的っていうのは一般のジェネラルアイディア、概要を理解するためのものになります、うん、それで全部を細かく読むっていうのは全くないです。いろんなテクニックあります、まあ、メールとか、うん、会話のダイアログとか、はい、ストーリーとかいろいろあると思うんですよ、うん、でもその見方がやっぱり違っていて、それぞれ違うんですか？それぞれ違うんですよ。まあ例えばですよ、ストーリーから見ましょう。まあこんな感じの文章があります。結構長いじゃないですか。長い、読みたいと思わないじゃないですか。あ、まあ、うん、でもまあまあそんな長くないですけども、こんな感じですよ。一番最初にパラグラフっていうのがあるじゃないですか、うんうんうん、段落って一番最初のもうフレーズで大体意味が分かるんですよ。こんな感じのショートストーリーがある場合はもう一番最初のフレーズを読みますと Once upon a time から入ってますよね、はい、もうこれストーリーって分かるじゃないですか。確かに有名なフレーズですね。 Once upon a time there was a、ね、この昔あるところにね、それでもうこれはストーリーって分かりますと、はい、そして次のパラグラフ行くと One sunny morning って書いてあるんですよね、はい、ある日にこれが起こったと。なので、もうストーリー分かってるじゃないですか。昔々あるところに、まあ、誰かがいましたと。はい、ある日。ある日に、これ日本と一緒じゃないですか。なんか、事件があったみたいな感じですよね。そうそうそう。背景があって事件まで来ました。そう。そして次のパラグラフに移りますね。As they ventured deeper into the forest. ああ、このストーリーの続きですね。森に奥入っていくと何が起こるかって、まあ、そこまで読まないと。次、They spent the afternoon skipping stones。まあ、最初はね、モーニングから入りましたよね。それで午後になりましたよね。はい、もうストーリーが続いてるじゃないですか。それで、In the afternoon skipping stones。こんなことやってましたと。まあまあ、内容わかんないですよ。でも、なんとなくイメージもこれでパッパッパッパってわかるじゃないですか。なんか、ストーリーがどのように展開していったのかはざっくりわかりました。そう。そして、As the sun began to set、これも、うわぁ、一日が終わりそうだよね。なるほど。まあ、それで、ね、なんか誰かが森に行って、森の奥まで行って、スキッピングストーンズとかやって、そして一日が終わるところにまた何かが起こって、うん、そして最後に、from that day on。まあ、その日からは、うん、ティーチングポイントがあるんでしょうね。なんか何かの教訓があるってことですね。なるほど。もう嘘はつかないようにしましたみたいな、この昔話みたいな話ですよ。確かに定番ですね。これね、普通の英語のストーリーなんですよ。ショートストーリーで大体こういう流れになるんですけども、はい、まあ何言いたいかっていうと、パラグラフの一番最初の文章だけでもかなりの情報がもうそこであるんですよ。そしてその設計っていうのが理解するとそれなりの意味が理解する。なんか日本語も一緒な気がします。あ、なんかそうだね、メールとか見てもなんかお世話になります、また、はいはい、なお、しかしみたいな、そういうこと、あ、しかしが出たらなんとなくあ、ここだなと。そうだ、さあね、スキミングのテクニックではその、うん、どういう文章を読んでるんですか、メールなんですか、ダイアログなんですか、ストーリーなんですか、そしてその設計がどうなってるのかっていうのを理解するだけで結構分かりやすくなるんですよ。なるほど、なんかめっちゃ分かる気がしました。分かるけど ね、 なるほどね。でもそれだけではダメですよ、うん、さあね、こっから読むんですけども、上から。でも
1個ずつの単語を読む必要がなくて、英語では content words と function words で2つの種類があるんですよ。意味わかります？ファンションはなんか機能的な、あ、そうそう、機能的な単語とコンテンツは、うん、コンテンツ、コンテンツ、あの意味がある。うん、そう、なので例えば Where did you go yesterday? って聞くときに、はい、Where? これ大事だよね。どこ Did はどうでもいいよ、うん、Go は大事だよね。行った Yesterday 昨日、昨日どこ Where? Go? Yesterday? これだけで意味わかりますよね。どこ行く、昨日、昨日、これでも意味わかるじゃないですか。うん、その3つが content words って言うんですよ。でも did とか、まあ、you も微妙なんですけども、うん、function words、そこまで必要じゃない単語。うんうんうん、そのこれスキミングするときには、その content words を、まあ、ポイントで読む。ちょっと見てみましょうか。はい、まあ、once upon a time、これオープニングだから大事ですよ。あ、ストーリーだってもわかります。昔々、うん。There was a father named John and his son Tim。うん、今普通に読んだんですけども、はい、パッて見ただけで、Father, John, son, Tim. これもうバンって出るんですよ。昔々お父さん、ジョン、息子、ティム。これだけですよね。はい。So they lived in a small house by the edge of a forest. もうここも small house, forest. もう森、小さな家。もうイメージできてるんですよ。John, kind. John, 優しいね。Tim, curious. あ、Tim はすごくなんか好奇心があると。もうこれだけでもすごく意味わかるんじゃないですか。もう全部飛ばしたんじゃないですか。全部飛ばした、全部飛ばした。うん、こんな感じで読む。まあちょっと大げさにしてるんですけども、はいはい、あの一応ファンクションワードをスラッと見るけど、うん、キーワードにフォーカスするんですよ。なるほどですね。はいはいはい、でも今のこの産業だけで見ても、これまでは読むときに they lived in a small house とか、ね、これ過去形 by the edge of the forest だから、あのなんか森の奥のここだねみたいな。あ、そうそう、そこでエッジが、そう、エッジが分かんないと、エッジはなんだろう。いや、意味分からない。どういう意味なんだろう。エッジで調べよう。そうですね、あ、エッジ、あ、このギリギリのところですね。ギリギリそうそう。で、一個ずつこうやって読もうとすると。うん、意味もね、残らないし、頭に進まないし、理解力が下がるんですよ。時間かかりますし、体力も必要ですもんね。そうそう、僕はよくブロッキンイングリッシュリーディングって呼ぶんですけどちゃんと文章を読むんじゃなくて、もうブロックンイングリッシュだと思って、ブロックンイングリッシュで話すときにコンテンツワードしか使わないんですよ、ね、あ、ショッピング、バイバイ、エクスペンシブ、グッド、グッド、ベリーグッド、こんな感じじゃない。でもなんとかわかる気がする。伝わるじゃん。はいはいはい、そういう感覚で読むときも、ブロックンイングリッシュを読む感覚で、意味だけこうやって掴もうという、こういう読み方です。なるほど、もう全部飛ばしたんですもんね。全部飛ばす。次ちょっと行こうか。はい。One Sunday morning、あ、サンデーだっけ、サニーモーニングね。ある朝に、ハイク、フォーレスト。あ、もう、これ、ジョン、ティム、ハイク、フォーレストだよね。うん、もう、ジョンとティムが森にハイキングしてると、もう、パッパッパッって分かりますよね、はいはい。結構ね、名前は大事なんですよ。名前で大事な意味がその後つくから、うん、その動詞が。はいはい、そんで、ジョン、シェアルストーリーズ、ティム、リスン。これ、もうこれだけで分かるんですよね。そんで、もう、森に行ってる間に、お父さんが、ジョンが、なんか話してチームが聞いてたと、まあ、よくある話じゃないですか。まあ、これだけでパンパンパンって意味が伝わるんですよ。そして難しい単語ありますよ。なので Team listened intently、うん、His eyes wide with excitement。 あの小説をエンターテインメントで読むときにはこういう単語は大事なんですけども、うん、意味だけ理解しようとするとき、特にビジネスで時間ないときに、はい、っていうのはこういうのはもうスキップスキップスキップなんですよ。なるほど。そう、キーワードを目指して読む場合、でも面白いですね。本当に全然違う気がします。はい、あんまりショートストーリーって読まないじゃないですか。はいはい。なんでじゃあちょっとメールでやってみましょう。メールで。で、メールの設計もまたショートストーリーとは若干違いますよね。おー、そうなんだ。あのタイトルがありますよね。タイトルがあって、件名があって、はい、誰に送るのか、はい、でなんか挨拶あって、本文あって、そんな感じ、そんな感じ。さあね、またフォーマットが違うので、うん、それを理解すると早いです。はい、最初僕見るのがタイトルですよね。こんな感じでサブジェクトって言うんですけども、うん、Request for Documents ってこう書いてますね。そうですね、はい、資料のお願い、はい、さあね、これもう、あ、リクエストだと、もう分かるじゃん。もう大体ね、もう見なくても、はい、ヒーカー、 I hope you're having a nice dayI'd like to request a price list とかなんかね、はいはいはい、もうイメージできて、はいはいはい、
もうこのリクエストだけでも分かっちゃうんです。まあそうですね、はい、メール書くときにもまあ教えていただいたと思うんですけど、うん、一番大事なこと、目的だけを書くみたいな。そう、件名はあと、まあこれは私にメールじゃないんですよね。あの第三者のメールだから、自分にだったら誰から来たっていうので、お客さんなのか、うん、同僚なのか、うん、上司なのかってすぐ分かるんですけども、はい、第三者の目線で見るときには結構その Hi Hi Sarah ってあるじゃん、はい、そしてここ Regards Sam、はい、ここをパッて見ると、はい、フォーマリティが分かるんですよ。結構そう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 、あこれ同僚だなとか、あこれはもしかしてお客さんかなとか、はいはい、そういうのが分かるんですよ。Hi と Regards だったらフォーマルですか？いや、インフォーマルですね。インフォーマル。そう、多分これは同僚じゃないのかなと思いますね。うん、そうなんですね。まあまあこれだけだとパッと分かんないけど、でもそれなりに親しい環境だなっていうのは分かります。うん、Dear Miss Smith, you know, とか、With all your respect, with, so, so, with all respect とか、Sincerely yours, Truly yours とかって書けば、ちょっと距離感あるなっていうのは分かります。じゃあここから同じく重要なポイント、はい、そしてメールっていうのはもう決まったフレーズがいくつかあるんですよ。そうですね、教えていただいたんですね。そう、だから一番最初の Hope all is well、 こんなのもうグリーティングだから、もうこんなのお世話になりますと一緒ですよね。そうそうそう、はい、そこを一生懸命 Hope all、 あ、is、 なんで is なんだ、こんな風に読まないですよね。もう、ホープみたいな、もうスキップですよね。最初に、I'm writing to kindly, or I'm writing to って、これよくあるオープニングですよね。目標を伝えるときに使うフレーズだから、うん、もうそれ見た瞬間、あ、目的が来るな。目的は何かと。で、目的は何かっていうと、Request a copy of the XP marketing data for Mr. Tanaka。ここが重要ですよ。これが欲しいと。もうそれだけ。もうそれだけですよね。はい、もう返信できますよね。まあでも下結構あるじゃないですか。まあいっぱいあるから、普通より何だろうとちょっと思うので、はい、じゅじゅじゅ、あ、earliest convenience ってこれパッて今出たね。はい、さ、僕デッドライン今探してたんですけども、今日までなのか明日なのか来週なのか、はい、でも earliest convenience だから、まあちょっと曖昧だけど、うん、なるべく早くですよね。ASAP。はい、ASAP。そして necessary steps or procedures、 これあんまり書かないけど、なんかデータもらうために必要なことを私やらなければいけなければ言ってと言ってんだけ ど、 Thank you、 もうこれ Thank you だから、もうお礼だからここ別に読まなくていい。そして looking forward to、 あ、もうこれは closing なので、これも別に読まなくていい。もうわかるじゃないですか。でもこのメールで読んでたの5箇所しかないってことですよね。あ、そうそうそう、この文章の中で、タイトルと関係性とかって見たけど、うんうんうん、基本的に何をリクエストしてる、いつまで、はい、そしてなんか他にネセセリーステップってあったけど、ちょっとそこを見て、うん、まあ別にはいはい、そしてサンキューと looking forward to、 お礼と締め、うん、でも意味わかります。あ、なるほどですね、うん、確かにこれ今見て聞いてなんか読むのも大事なんですけど、自分がメール書くときにもめちゃくちゃなんかわざと長く書く必要ないんだろうなと思いました。こうやって全部飛ばすから、カットカット。一番よくあるクレーム、メールに対してのクレームが長すぎなんですよ。長すぎ、分かりづらい。クレームっていうか、いろいろアンケートとかやるときに長いメールが一番嫌だってよく言うんですよ。でもね、これあのメールだけじゃなくてメモもそうですよね、うん、あのブルーティンボードでメモとか人事が出るじゃないですか、はいはい、そういうのもそう、どんだけ短くてシンプルにできるのか。これってあのシンプルイングリッシュムーブメントってみたいのがアメリカで起こっていて、はい、これね70年代に起こったと思うんだけど、もともと英語のライティングっていうのは難しいものだった。特にビジネスとかガバメントとか難しい英語を使うっていうのが基本的だったんだけど、70年代にもう政府がアメリカでシンプルな英語をもっとするべきだってね、分かりやすく、分かりやすくっていうなんか動きがあったんですよ、政府で。そっからそういうガバメントの資料とか、うん、それもすごいシンプルになり始めたんですよ、うんうん、そしてメールの世界になったじゃん、インターネットができて、はい、 そうですね、そしたらもうメールっていうのは自然的にシンプルになって、うんうんうん、そしてチャットができたじゃん。そしたら絵文字とかできて、よりシンプルになって、そういう歴史がありました。そうね、世界中の英語っていうのは、やっぱりもっともっとよりシンプルにっていう動きになってるんですよね。うん、まあでも、実際ビジネスでもなんか時間ないし、分かりやすく伝えるのがすごい大事だなとは、自分もこう働いて思ってる部分なので、うん。はい。だってね、ビジネスメールで平均時間、書ける時間、読む時間、うん、10秒って言われてるんですよ、一つのメール。あ、日本語でもそんな感じか。そんなもん、10秒そんな長いメールあんまないですもんね。そう、ちょっとメールあのもう一個準備したんですけども、
どういうふうにシンプルに書くかと、こういうふうにシンプルに書くと、スキミングがめちゃくちゃ楽になるんですよ。ああ、これがいいメールってことですね。そう。そしてこれちょっと見て、はい、まあ、タイトル読んで。Overview of Project 2 Implement ERP System。まあ、そう、ちょっと難しい話、ちょっと ERP System って書いてある。でも、Overview だから概要。概要だよね。このプロジェクトの概要ですと、もう分かりますと。教えていただいた通り、はい、スキミングしてみますね。はい。はい、ジムで「はい」と「regards」だから、うん、あそこまでフォーマルじゃない「informal」うん、で「ジム」「I'm writing to」だからここが目的で「overview of our current project」なるほど、うん、で「objective」ああなるほどここって結構箇条書きみたいな分かれてますねめっちゃ分かりやすいでしょう objective がここにあります、はい、バックグラウンドがここにあります、はい、プロジェクトメンバーがここにありますスケジュールがこれですと、はい、本体メールの書き方っていうのはこういう書き方がベストなんですよ時間必要ないじゃないですかそうですね確かにめちゃめちゃ読みやすいなと思って箇条書きってことですねうん、そうここでお知らせです動画の概要欄にある URL からビズメイツの公式 LINE 友達に登録して簡単なアンケートに答えるだけでオリジナルフェイスブック10冊が無料でもらえますビジネスで覚えておきたい基本動詞名詞などの完全攻略ブック新別品質英語フレーズブック4冊英会話に必要な最低限のフレーズ150選などすべて私、ヒカが厳選した全部600選のフレーズブック10冊をプレゼントします。ぜひ見逃さず、プレゼントを受け取って、皆さんの英語学習にご活用ください。じゃあもう一個の文章。これはね、ダイアログ、会話ですと。これはちょっと長いですけども、これもやっぱり関係性っていうところから入るんですよ。はい。そしてこれ関係性は ?Teacher and David。David。David は多分、student だね。じゃあもう、先生と受講生。これもストーリーと似てるんですけども、はい、会話でこうやって続いていくから、意味をつかみやすいんですよ。Teacher と student だったらどういう会話がありそう、まあ、もう想像して。教えてくださいとか。そう、教えてくださいとか。これどうなったの？確認とか？まあ確認とか、注意とか。注意とか。まあありますよね。はい。はい、じゃあ最初の先生が何て言いますかと、ちょっと読んでみて。David, can I have a word with you for a moment? そう。まあこれね、意味わからなかったらちょっと難しいんですけども、can I have a word with you ってちょっと話いいですかと。あ、うん、これが word。Can I have a word? っていうイディオムなんですね。うん、なんかいろいろ想像できるじゃないですか。まあ、まだわかんないですけど。まだわかんないけど、でももしかしてなんか、なんか言われる。言われるよね。そしてデイビッドが、sure、ここ全部読む必要ないけど、はい、OK で、sure。そして先生が、You were talking while I was explaining。まあ、もうここ、よくあるパターンじゃないですか。授業中に雑談したってことですね。そうそう。私が説明してる間、話してたよねと、うん。もうストーリー分かっちゃったよね。読む必要ないですよね。はいはい、そう、そして、パッと次見たら、I'm sorry。あ、謝りますよね。うん、そして、先生が、I understand。分かる。でもって、ここ入りますよね。バット。でも、あなたは今後、大人になってほしいし、成長してほしいし、まあ、なんか、そういう会話するだろうと、なんかイメージしますと。はい、そして、デイビッドが、分かってる。I know。I won't do it again. もうやらないよ。よくあるじゃん。で、ティーチャーが、また but ありますよね。but I need to. でも、分かってほしいと。I need you to understand. 残り読まないですよ。これでももう、ここでもう but がバーンって出るから、うん、そうなのかなと。そして最後に、Thank you, David. ありがとう。うん、Thanks, Miss Smith. まあ、これで、解決。分かり合えたと。今他の文章私全然読んでないんですけど今ここのハイライトの部分だけ読んで、うん、ざっくり分かりました分かるよねこんな感覚なんですよそれで私さっき言ったブロークンイングリッシュリーディング、うんうん、の感覚で読むんですよ、うん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 、そうすると意味が入ってくるんですそうなんかこれからの、 なんかあの英語の勉強とかするときもめちゃめちゃ役立ちそうだなと思ってて、うん、仕事でもメールとかでも、はい、そうそれはねじゃあ今後どうすればいいですかっていうともうこれで本当にね慣れなんですよ練習なんですよ、うん、それでいろんな文章ですね本でもオンラインでもいいんですけどもそれをじゃあ何分でタイマーセットしてこれを理解するために
ちゃんと読んでどれくらい時間かかるか、うん、そしてパッパッパってスキミングするだけでどんだけかかるか、うん、やっぱりそれをタイミングしてだんだん上手くなってきますから。あ、なるほどですね。うちのその記事とかもいっぱいあるんで、あのディスカバリーとか、あ、それでちょうど練習しやすいかもしれないですね。そうですね、まあ、ディスカバリーっていうプログラムでもう今1500記事ぐらいあるんですね、うん、いろんなテーマについてる記事で、まあ、大体250ワードの長さなんですよ、うん、それをスキミングで何秒で理解できるかっていうのをちょっと練習するっていうのはいいかもしれないですね。そうですね、ちょうど練習しやすいですね、うん、あの記事見るのってお金かかないんですよね。あ、かかんない、かかんない、全部記事見れますもんね。見れます見れます、うん、なのでもしスキミングを練習したい方はぜひビズメイツの無料会員登録をしていただいて、ビズメイツディスカバリーの記事をで練習していただければと思います。はい、はい、ぜひ練習してみてください。キムさんどうでした、今日のスキミングを聞いて。なんか最初すごい、あの私はリーディングができないっていうのは、うん、なんか自分の文法力と単語力が足りないからって思ったんですよね。今日教えていただいた内容を聞いて、全ての文章全部理解する必要ないんだなと思ってて、本当に単語ずつ切ってここだけピックアップして読むだけでも全体的なそのオーバービューとか全部わかるんだなと思ってて、結構不思議な気持ちになりましたし、結構すっきりしました。ああ、よかった、うん、ブロークンイングリッシュディーグ覚えていてください。そうですよね、うん、ちょっと練習してみます私も。はい、よかった。スラスラ読めるようになりたいので。じゃあ皆さんも同じように頑張ってください。はい、はい、今日の動画が面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。 See you next time!